さすがに無理があるだろ選手権ということで見ていきたいと思います。まずはこちら、お母さん食堂ですね。お袋の味を堪能できるということでしょうかね。だとしたら肉じゃがやカレーライス、お味噌汁などを想像しますが、モンスター色も末だな。どんなお母さんだよ。これ飲んでもう一仕事頑張ってねじゃねえんだわ。休ませろ。続いてこちら、ナスとブロッコリーのトマト、どれだよ。結局トマトなのかな。色的にナスがメインっぽいけど、ちょっとこれ気になったので調べてみました。どうやらリセットボディ発芽玄米入りダイエットケア増水という5食入りのダイエット食品のようです。正式名称はナスとブロッコリーのトマトリゾットというらしく、リゾットを略してコンパクトにまとめた結果、ナスとブロッコリーのトマトとなったようです。トマトのフォントをでかくしなければリゾット入りそうですけどね。ちなみに味はミネストローネみたいで美味しいんだとか。続いてこちら、自販機なのに冷凍みかん、いや無理があるだろ。え、何？凍ったみかんが出てくんの？喉乾いてる時にいらんわ。あ、でも上に小さく冷凍みかんをイメージしたドリンクですと書いてますね。それならよかった、安心安心。いやほっとかい。続いてこちらですね、90点を取って喜んでいますが、頑張ったんでしょうね。そりゃピースも出ますわな。嘘つけ。いや11問中9問も間違えてんのに90点。点数配分どうなっとんねん。おそらくこれをこうですね。続いてこちら、この新しい言語令和には中にさりげなく安倍という字が入っている、おこおこ、これは安倍晋三への忖度であるとね。何やら怒っていますが、その怒っている理由というのがこちら。いや無理があるだろ。